これ下の漢字訓読みすると、あ、足崩してくださいね、はい、あの好きにお楽にしてください。訓読みするとなんて読むかご存知の方いらっしゃいますか。一つ調べるというのがいらっしゃいますね、うん、もう一つね読み方があります。ルなんですけど、あんまり知らないですよね。調べるの他に整えるというふうに読みます。で、不調の調っていうのは、調和の調なんです。要するにどういうことかっていうと、ハーモニーをこう一つの輪にするだったりとか、あとはそのバランスのようなものを整える。で、整えるっていうとよく皆さん整理整頓の